今回は天元戦第二局見ていきたいと思います。黒番がイラク段で白番が関天元ですね。まあ今回は普通の関ですね。ほっせに打ちましたね。まあ一局目。天元。って驚いたんですけどね。でこちらに打ちましたね。この開きですね。だからこういう開くような手。っていうのがですね。 まあネットごとかではたまに見る手なんですよね世界のトッププロがまあネットごとかでは試したりしてるんですがまあ公式戦で打ってきましたね。でこうやりましてこの形まあ三三からの一番難しい形なんですが。 まあ外外側側ですねね切ってきました、ね、こういう形ってなかなかお互いがこの形に自信がないと現れない形でネットごとかではしょっちゅう、まあ、一番見かけるぐらいしょっちゅう出て,出てくるんですが公式,公式戦だとね日本のプロはなかなか公式戦だとこの形打たないんですよね。これ回避する方法いくらでもありまして。 お互いがこの形に望んでないと出てこないんですよ。これ白がまずね。回避しなかったんですよね。下付けたんですよね。これ回避するならぶつかりで。これ感銘に互角の別れですし。しまあ、ほとんどの日本のプロの99%が、まあ、まず。こういう感銘型を望むんですが。で、黒も。この時にね。まあ、黒をつけられたら。まあ 押さえるしかないんですかねまあまあ、黒打まもしょうがないっていう意味もあるかなと思うんですがまあ、黒も簡便に打つのは伸びればいいんですよねここで一応黒も回避することはできるんですよねまあ、これで一応互角ですからねまあ、こう打つプロの方が多いかなと思うんですが押さえるよりも公式戦ならお互いこの形に対して自信があるので何回系ができるんですね こうやってこの手を用意してましたね。これ研究済みですね。研究してないと打てない手ですね。できられてもいいと、まあ多分相当先まで研究してるのかなと思いますね。まあこういうところはやっぱ事前の研究がその場で考えるっていうよりもその場で考えて結論が出る場所ではないので、事前の研究がね非常に重要な。 場所ななのかなと思いまますねねねででここで黒が行、ね、きました、ね、結構生きたんですけどこれ最低限の域きなので2目の一番小さい生き方なので、まあ、ここら辺は白がね少しポイントを取ったようですね。隅の白もこれでなかなか死にませんので。 まあ、ここの真ん中の白が取られなければ白不満ないのかなと思いますね。で黒としてもね取りたいんですけどねこれ伸びられて取れませんねここの黒も弱いので取れませんねこれ早くもね白がポイント取ってるのかなと思いますね。でこうやりましてこれ白がうまくしのぎましたよね。 で、隅も。跳ね上げまで頑張って。で、飛び、打って。で、これで白はもう生きてますね。で、真ん中の白、これ弱い石一つだけなんですよね。弱い石一つだけなので、これなんとかなりそうですね。はい、で、この石を取りまして。これうまかったですね。こう逃げ出し。 これは割り込みます。で割り込みが効くのでここに半眼できますね。当てを打ってからここに打って、まあここに目ができる具合が残りましたね。だいぶ眼形が厚くなりましたね。ここら辺のしのぎ上手かったですね。これで。 先手でいきましてね、先手取ったのっていうのがでかいですよね。まあ、一番大きそうな下辺。広がりそうなねところ。先に言ってたので、これ白。ポイント取ったかなと思いますね。で、ぶつかりから跳ねて。また先手取りましたね。 どんどん足場白足早ですよね。弱いしないですからね、弱いしがなくて確定時が多いっていう状況。白非常に優勢。うまく打ってますね。どんどんね、大きいところ打ってますよね。まあ、ここら辺しっかりね、手堅く繋がりましたね。 でここでハイを打ってここですねここぶつかりがちょっと損したようですね今真ん中の白生きないといけないんですがぶつかり打ったんですが伸びられてちょっとここの字を損してしまいましたねまあここぶつかり打たずに単にね押さえてよかったようですね押さえて生きといてうんまあしっかりここ結構大きく生きれますからね これでまあ白優勢だったようですね伸びられて急に難しくまあ、形勢不明になりましたね急に難しくなりましたね評価値も40%まで上がってきてますんで急に半幕勝負になりましたね急に難しい声になってしまいました白が死ぬわけではないんですがこちらに打ちまして、まあ、ここの一眼確定しましたよね あとは抑えていける具合と先ほど解説したこの当てを打ってここに目を作る具合があるので白は生きてるんですけどちょっと白地が減ってしまったんですね。でこちらに打ちましてでここの目を取られてまあこう2目の字になってしまった最低限の生きになってしまったのがやはりねこれだけ白石数使って。 二目しか字がないので相当効率の悪い生き方になってしまいましたねいやこのねわずかなね隙を井田さんがね井田くだ見逃さなかったですねで隅手をつけていってこれがね手になったの大きかったですね 部分的には死んでるんですが切られてこれ白も生きてないのでこうという形になりましたねこれ手になったの大きかったですねでここなんですよね黒がダメ詰めた時に取りましてここで逆転されましたね評価値がここまだかなり白あと5手あってかなり余裕があるので手数が。 真ん中打っってればまだだ白が優勢だったようですね真ん中で抜けますんでまだね真ん中のここの地を減らしてれば、まあ、黒がダメ詰めてきてからでもまだ間に合うので、まあ、こう打ってれば全然優勢だったようですね、はい、どんどん真ん中減らしちゃうと、はい、まだここは全然こうですからね ここら辺のこうが絡んだ計算っていうのはやはり結構人間には難しいところだったのかなと思いますね。いやこれ非常に複雑な計算が絡んできますからねこうの。でここで逆転ですね。逆転なんですけどねここもちょっと難しいところでしたね。 あの白が取ったところで逆転でここでまた逆転なんですよねどうしてかっていうと黒がこのコにお付き合いしたんですよね。だこうこを争うよりも真ん中打つ方が価値高かったようですね。真ん中をしっかり囲うと、は。い だからここね真ん中が大きいってところがねこれやっぱ人間だとやっぱなかなか気づきづらいところでしたね。ここ白白がが先にコスメをたたのででまた白が逆転ですね。だ2人ともこれここが大きいと思っているそういう風に判断してるんですよね。だからもうて手って評価値がすごいことになってますね。 この飛びでまた逆転ですねこのこういう細かいところで逆転なんですねだ半目勝負なんですねこういう細かいところですぐ評価値逆転してるので半目勝負なんですねこれ跳ねた方が良かったですね跳ねて抑えぐらいでまあここ大きかったようですね,ね、まあ、で、まあ、ここ、ね、でこ,こ,この跳ねでね先手で打って伸びると まあ次ぶつかりが先手で大きいので切るとこういう寄せだったよこういう具合だったようですねまあ実戦飛びに打ってまだ50%互角なんですが割り込みにこちらについてはもう逆転のようですねこれここの割り込みが先手になったの大きかったですよね ちょっと戻りましょうかここちょっと黒が打った時に白うまい受け方ありましてちょっと絶芸の図見ていきましょうか先ほども絶妙示してたんですがここで受けるのはうまかったようです,ですね。ここで受ければ切られても白生きてますからね。切ってきてもこうやってまあこうやって当たりが効くんで部分的にこれ生きてますよね。 だから働いて受ける手があったようですね。であと面白いのが、えー、っと面白い手がありましてね。まあ黒がもしここで手抜いてきたら、逆に白から放り込む手があるんですよね。まあもし白が形成悪いとすれば、ここのこう頑張る。 ことができればはこ,、ね、こういう勝負手が残ってますんで逆に逆に放り込むっていうねまあ材があれば非常に有力な手になるわけですからねでこういう勝負手あったようですねまあ実戦はこのチャンスを逃しましてこうなってはちょっと逆転のようですねでこの子は最後まで打たれまして えーとこれはなんか白が8目半有利って出てるんですけど実際黒が1目半勝ちでしたこれね今こういう状況だと8目半なんですけどこれ右上が先っていうことですかね取りに白がこの黒取れないんですよねちょっとこれ取りに行こうとしてもこれダメが詰まってて入れませんので 一応こういう理屈なんですね。理屈としてはね。まあここに来たらまあ放り込みを。放り込みは打たないですね。打たなくてもここに来た瞬間に放り込めば白が取ることができませんからね。なのでまあこの図で計算すると黒が一目半。 残ってるとということですね、まあ、つまりこういう状まあこの席という状況なのでこの状態で終局すれば黒い一目半勝ちということで、まあ、非常に苦しいことだったんですけど井田さんがね最後の寄席でね逆転した名局だったかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。 よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。